はい、おはようございます。はい、おはようございます。あら、外れた、外れてしまった。あ、すいません、すいません。はい。なんかすごい。なんかすごい、もう何もできない自分みたいになってる。あ、ありがとうございます。あ、大丈夫ですか？これもういいですか？お、はい、皆さん、鹿児島のですね、鹿児島が誇る、プリティーダーツァがやってまいりました。あ、敬礼ですね。はい、あ、いいですよ、いい形です。はい。まあ、はい、鹿児島でのしょっちゅう敬礼の方を練習してもらってます。はい、自分がですね。はい、これダーツルームハイスタンダードっていうお店のですね、はい、女の子でございます。はい。皆さん知ってる方いらっしゃるんですよね。美女ですね。ほら、照れる。これはさすがに照れる。ちょっと照れるですよね。照れる。わかる。はい。自分も可愛いとか言ったら照れますもん。わかるっす。どうですか。あ、もらってますね。あ、初めましてじゃないでしょ。何回も来たことありますもんね。ほら、砦の時とかも。放送席は来たことありますもんね。いや、そうなんですよ。さっきまあちょっと、はい、今日母ちゃんが来てたもんで、はい、ちょっと挨拶で、ちょっと、はい、母親が来るとやっぱですね、ちょっといろんな緊張がちょっと高まりますよね、はい、母親の前のダーツっていう、はい、したことない、はい、なんか下手なことできねえなっていう、ちょっと多分もうちょっと面白いこと多分言った方がいい、ね、もうちょっと面白いこと、うん、もうちょっと面白いこと言った方がいい、はい、さっき社長といる間に言ったんですけど、まあ、ユキ、うん、信じられなくないですか。鹿児島にいる方だから分かると思うんですけど、こんな雪が降るのって本当に多分数年に1回とかですよね、うん、でも久しぶりに見たですよね、うん、雪をもう本当まさかですよ。2月になったから絶対にね、変な延期みたいな、延期っていうか中止みたいなのはないだろうと思ってたら、ね、ちゃんと映ってる、はい、3番ボード、これ多分マックスフライトの方たちですかね。わざわざ下打ちはいかんですな。あ、え、下打ちしました自分。はいはいはい、ダメですよ。え、マジですか。自分しますけど下打ち。わかんない、わかんないですよね。下打ちは良くないです。確かに下打ちは良くないです、マナーとして。そうですよ、母親が来たらおさわりはしないですけどね。しかもね、おさわりはないですか。あ、いや、あーってなんですか、ほら、またあ、そうやって、はい、知らないのに知ってるみたいに言いますもんね、人の肩を、はい、肩をね、うん、揉む人でしょ。揉む人ですよね、はい、そうです。それです、はい、いや違うんですけどね、はい、まあ、悪意はないんですけどね、はい、タイもないんですけどね、はい、あ、社長投げてる。お、本当だ、うん、あ、社長たちが試合ですね、うん、あ、肩だけじゃないでしょう、そういうのやめましょうよ、この肩だけじゃないでしょうってなんすか。もっと下水、はい、下水人もいますよ、これ、はい、果てなんか3つもついてますからね、ま、肩だけじゃないですよ、ね、なんすか、やめましょうよ、だから今さ落ちた、そういうのダメか、危ね、危ね、腕とか。マサさん、いつからそのフォームなんですか。いつぐらいからですか、自分がこのフォームなの。1年かな。そうですよね、実際多分1年ちょいぐらいですよね。すごい変なフォームしてた。あ、すごい変なフォームは嘘ですよ、はい、え、前からどうですか、前から綺麗な可愛いフォームでした、うん、うん、ありがとうございます。普通だった。自分のダーツを結構昔から見てくださってる方でですね、普通だ、はい、普通のお世話になってるお店なんですよ、うん、はい、たまに。自衛隊は辛いですか。辛いですよね、ですよね、そこは分かりますよ、分かってましたよ。あ、こっちの方です、うん、こっちの方。あ、はい、2つあるのね。あ、そう、2つあるんですよ、ね、これどっちがどうってなってるんですかね。あ、ニコ生、あ、YouTube、あー、なるほどなるほど。厳しい意見をお願いします、摩擦の。え、何の意見ですか、何の意見。厳しい。え、こう、え、自衛隊に対する。え、あ、昨年代表は増田さんだと思ってます、ありがとうございます。こっちの摩擦も、はい、皆さん使ってくださって、はい、非常になんかちょっとほっこりしてます。冬なのに半袖半ズボン、まあ、そうですね、靴下履かないもんね。まあ、半ズボンはまあ半分ぐらいです。靴下履かないんですよ。靴下は基本的に自分はクロックスで投げるタイプなんで。どう思います、ダーツアーとして皆さん。でも試合の時はちゃんと靴履きます。靴下履かないんですよ。でも試合の時はちゃんと靴履きます。寒がらせてくる。社長一本目です、社長。寒がらせてくる。社長いいっすね。なんか昨日も社長昨日鹿児島のショップでオリエッティのイベントやってたらしいんですけど、その場に社長いらっしゃって、でなんかその何人かと対戦したらしいんですけど、社長鹿児島のショップで負けたことないらしいです。強い。強い人。強い人なんです。
なんかでもこのフィールドさんの木村さんと話したんですけど、社長のところと試合すると変な緊張を感じるって、みんな緊張するよ絶対なんていうか、なんていうんですか、社長その気ないのかもしれないですけど、なんか見られてる感じがしちゃうっていう、軽い公開処刑、いやですよね本当に目の前で下手なことできないっていう、はい、あ、嬉しく思うであります、ありがとうございます、すいません、ありがとうございます、嬉しいです、こんな言ってくださる方が、はい、ありがとうございます。社長バレル何使ってるんだろう、え、シャッフル、いや、シャッフルを使われてる、あ、シャッフルらしいですよ皆さん。あ、レンジャー教育行けたんですか、はい、私は約9年ほど前に、はい、アマテラス戦闘隊というレンジャーを卒業させていただきます。ごめん。ごめん。なる。すみません。はい。社長が今投げてるかな。そうですね。はい。怒られる。はい。すみません。じゃあすみませんね。また後ほど、はい、話させてくださいね。ちょっとはい、お姉様がうるさいのでね。はい、これ社長は、ディビジョン1ですよね。ディビジョン1。いや昔ですね。自分もその最近はずっともうマックスで出させてもらってるんですけど。そのレーティング21-2の時にこうディビジョン1、今でいうディビジョン1が昔で言う AA フライトですかね、のラング出させてもらったりして、まあなんていうんですかね、まあこういうのもあるんですけど、若干こうちょっと斜めから見てたんですよね、マックスほど厳しくないだろうと、ロビー落ちしました、ボッコボコにされて、なんか怒ってたよね、怒ってその時、なんか怒ってもう投げに行きますみたいな感じじゃなかったっけ、あ、負けたから多分、そう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 、はい、もうすぐ帰って、ね、そうですね、もう負けたらもう投げるしかないと思って、はい、腹かいてました、はい、うるさいとこ行ったぞ、お姉様に向かって、すいませんすいませんでしたお姉様、お姉様、はい、お黙り、はい、お姉様、はい、お世話になってるお姉様に向かってですね、A の人、お姉様なのですね、あ、自分のお姉様ではないですけど、まあ顔は似てるって言われるんですけど、姉ではない、たまに言われる、言われます、言われないすいません社長いいっすね、社長この間も TBTV すごかった、あ、オーディションのやつ、うん、じゃあ、なんかね、その前の、はい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 、社長何なんですかね、あ、でも相手もうまい、あ、自分のミニトーナメントだとこの人たちが決勝戦でした、相手この帽子かぶってる人、鹿児島の人ですよ、うん、鹿児島の、はい、平田さんって言ってますね、プロの方ですよね、プロです、プロです、あ、パーフェクトプロですね、鹿児島の、結構やっぱこう自分こういうの好きなんですよね、小田真理はい、こういうのを やっぱ、はい、ちょっと入れてくれる、隣の綺麗なお姉様はどなたさんですか、はい、サッチです、はい、サッチさんって言います、サッチ、はい、鹿児島のダーツルームハイスタンド、どこ、サッチです、はい、あ、いいですね、いいですね、キャピキャピしてるっすね、はい、いつもよりキャピキャピしてる、はい、ダーツルームハイスタンダードっていうですね、すごい頑張って、はい、鹿児島の、はい、もう老舗ですよ、老舗、今年で何年目になりますか、8年、8年目です、今年で、皆さんぜひ鹿児島に立ち寄られた時はお越しくださいね、あ、社長ブルノコ、ナイスだったの、入れる、なんか外す気はしないですね、社長こういう時外す気はしないですね、かっこいい、はい、ただチップ俺出すね、これ置き土産、はい、置き土産目立つっすね、白だと、